ピセラ TV。 よし、ノブです。ミシです。ハプセラ TV。 いやー、行ってみよう。よし、はい、じゃあということで、まあ、あの腰のところで、まあ、やっぱりこうどういうふうにあの動きがついてる腰なのかっていうのをね、ちょっとこう。あ、痛い腰が。マジ？マジ？どっちが痛い？どっちが痛いのかも全然痛い。これこっちまで入ってるのか。これこっちまで。大丈夫かな？大丈夫。まあ、ね、そんなふうに言われたら、あのいきなり尖った感じでいかないで、あの2点ね、同時にこう面で置きながら揺すって、まあ仙腸関節とか意識したりしながら、まあ、止めた中でこうももにこう圧した時にどういうふうな動きをしてくれるかというのをね、伸ばしてね、てかやばい、これやばい、何これ、ほらワイヤーあります、ワイヤー、ワイヤー発見しました、あのここワイヤー発見しました。え、やばくね、これ。反応くれないそこ。反応くれない。うん、ね、うん、あ。どうしたのこれ。足首が伸びてないですね。あ、捻挫の。あ、そうかそうか。捻挫の調整だと思います。はい。あ、ここか。捻挫伸びないね。はい。はい。なんか骨盤が伸びてる。やめとく。あ、俺思いっきりマイクが。すごいね、これ。えらいことになってんね。えらいこと、えらい、いや、初めて発見、だって人に触ってもらってないからさ。あ、そっか。発見したね。発見した。あ、昨日ちょっと、うん、ハムストのトレーニングはしてるけど、でもそういう問題じゃないよな、これ。アングルの問題で私ちょっとこっち側から無理やりやってます。無理やり痛い？大丈夫？あ、全然痛くないよ、うん、まあ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 、ストレッチって話したんでしていきましょうこれね、よく言うんだけど、まあ、今ね、まあ、熱感もあって足首痛いってお話だったわけじゃないですか、うん、もう私もうっかりさんなんで忘れちゃうんですけど、うん、忘れないように気をつけて。あ、そうなんだよね、忘れちゃうとね。例えばこの、うん、ここの今痛めてるっていうところをがっつり持ってね、引っ張ってっていうのが、うん、まあ、私ももも支えながらやるんだけども、うん、やっぱり痛んでる時って思わぬ痛みをね、感じたりとかするから、うん、そこへの配慮は忘れないのと、まあ、大きく把握する、うん、ね、大きくなんか指でグッグッとか持ったりしないというかね、うん、大きく面で持つようなイメージを持って、うん、で、まあ、いつもね、この間もだいたいこれやるんだけど、外側のところから手のひらを入れて、うん、で持ち上げて、うん、ね、こう斜めにするわけですね、うん、で反対の手で持ち替える、はい、でよいしょってね、よいしょ、ね、はい、やって、で、こう、これ、まあ、一般的なハサミのやり方ね。まあ、気持ちいいよね。すごい気持ちいいよね、これは。まあ、ここにやっていくんだったら、ローリングとかね、もできるんだけど、これを、立ち位置をね、あ、ごめんなさい、大丈夫。めっちゃ念頭で響いたね。めっちゃ響いたね。大丈夫大丈夫だね。で、反対のところをやったら、反対の足を入れて、で今、低い状態ね。ね、まあ、これでもできるんだけど、さっきの半膜に気も効きそうな、うん、そんなことねえか。で、できるんだけど、こっちではなくて、うん、なくて抜いて、はい、こっから、あ、この上前腸骨棘のところからぐーっとなると、この辺伸びるね。はいはい、大腰筋が伸びます。今低くして、はい、下ろして、ちょっと反対から見えてないけど、筋膜張筋も伸びます、うん、いろいろ伸びてます、うん、下ろしていく骨盤調整っていうの。ああ、なるほどね。まあ、下準備に上半身まで来るね、これね。うん、で、ちょっと高さつけて、で、で、こうぐーっと、おーぐーっと。これはお客さんの満足度高いですね、うん。で、あとはね、あの腰のとか肘ぶっ刺して、あ、いいですね、ちょっともものとこで揺すって、あ、いいすね、リズムつける。いいね。そうやって揺らされるとさ、うん、そっちの方も入ってくるね。あ、臀部いいですね。臀部も。で、今度こっちも、はいはいはい、離乗筋、はいはいはい、うん、ロール、あー気持ちいい、これ気持ちいいわ、うん、で、まあ、最後ね、ちょっと力入れて抜いてもらうために、うん、こうちょっと上げ下ろしを、はい、上げ下ろし、はい、やって、で、下ろしていく、下ろしていく、うん、あ、さっきよりだいぶ緩んでる、緩んでる、緩んでる、緩んだね、うん、緩んで、あ、伸びた、伸びた、足首もね、あれ、やっぱ反膜が邪魔して伸びてなかったのかな。あ、なんか腰柔らかくなった。柔らかく、全然柔らかいですね。さっきのやべえがないの。いうわけで、まあこうね、反対側のところ も、ね、やった、ね、これは私が足を上げる運動にもなってますから。ああ、なるほど、うん、
痩せましょうと。そうそうそう、自分のね、体力と柔軟力もね、維持しながらやれる運動にもなってますけど、はいはいはい、まあ、ここでさっき私失敗しましたね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。